はい、皆さんこんばんは。さあ、今回はですね、以前に遊んだ卵で縄跳びをするっていうね、失敗すると両腕を切られるというちょっと頭のおかしいゲームをやったと思うんですけども、あれの続編にあたる、また鶏ゲームが出ましたと。で、今回は全然違う内容になってるらしくて、ちょっと面白そうなので早速やってみたいと思います。移動、ジャンプ、インタラクト、 OK。 なんか倉庫版っぽいゲームらしいです。ステージ1からなのかな、これ。倉庫版って覚えてますでしょうか。昔ゲームボーイとかで流行ったゲームで、いわゆるその押すだけで、荷物を整理して、パズルを解く感じのゲームですね。なんか今セクシーなお尻が、前回の主人公がこれもしかして。そうだよね、前回の主人公コケ。これが私、これが僕。なんか操作がちょっと独特ですね。何これ、胸に、あ、これライトをつけてるってことか。はいはいはい、走り回れるけど狭いね、ちょっと酔いそう。コケ。今回は鶏視点で脱出を試みるゲームなのか。音楽の鳴る方に行ってみようか。コケ。え、鶏じゃなくない、ダチョウ、ガチョウ、ガチョウだね。ダチョウでどうすんね、でかいな、そしたら。はい、セクシーな おみ足が見えますね。ん、なんか体がスピーカーなのか、これ。で、今回のその倉庫版のルールとしては、卵をコケって押す感じらしい。押してその下のタイルに合わせると、ディリリッディリッ、これでゲームクリアみたいですね。はあ、単純なゲームっぽいね。倉庫版とホラーを合わせたようなゲームらしいですね。ホラーの要素あんのか、これ。ニワトリ、ニワトリ、はい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 。あ、基本的にこのお姉さんがいるところでやればいいのかな。はい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 。なんか色が変だな。これこっち押しちゃうと角いっちゃうからダメってことだよね。ってことは、これを下げりゃいいのか。これを、あ、こうして、なんかこういうパズルってなんかね、わけわかんなくなるけど、ホラーゲームではあるあるのパズルだからね、これね。で、こうして、奥までやっちゃっていいのか。なるほど。あ、でも単純じゃないですか、これ。単純でござる。どこが開いたの？あ、正面か。はい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 。簡単じゃないですか。あ、閉まってる。正面閉まってるね。なんか奥もいける。え、なんか物騒なノコギリみたいなのがある。こっちも行き止まりだね。どこだろう、こっちか。はい、これも簡単じゃねえの。別になんか、別にそんな難しい要素ないような気がするけど。ほうほうほう、あ、なるほどなるほど。これもし、これ当たったらどうなるの。あれ閉まってるな、こっちじゃないのか。これ当たったらどうなるの。チキンになってしまった。チキンになってしまった。ん、チキンで、あ、いいのか。ん、どういうことだこれ。でも逆、あっち開いてないってことは逆、なんであっち開いてないんだろうね。これ逆流すればいいってことか、単純に。なるほど、こういうギミックもあるって感じか。うわー、こけーこけー。おーおー、走ってた。はいはい、なるほど。まあ、パズルとこういった脱出要素が紙ね、合わさってるゲームなのかもしれないですね。つうか、よく見たらトサカじゃなくて王冠じゃん、俺。キングだったか。え、閉まってる。13卵。卵を13個用意すればここ開くのかな。卵、あ、卵ある。正面に卵見えなかった、今。光ってるよね。開いてないのか。もしかして隠し要素があるかもね、今回も。え、何これ。ん、
それはとりあえず、あ、ここにも卵が光ってるね。どこで取るんだろう。とりあえずまずここにぶち込んで、あ、違うか、ん ?2 箇所か。これもしかしてだけど、まあまあいいや、とりあえずやってみようか。なんかこう白い床もあるね。なんでだろう。赤い床だと、あ、開いたな。これ多分隠し要素もあるのかもしれない。まあまあとりあえずまず進んでみようか。卵が取れるルートっていうのもあるのかもしれない。頭があるね。コケ。わ、なんか難しくなってきたっぽいな。コケ？ここから来たのか。コケ。待って、どうしようかな。これってどっから押せばいいんだ。コケ。こっちは？すげえ、なんか頭だけミラーボールのセクシーな女性も昔なんかサイコブレイカーなんかでいたけど、こういうのは、こういう性癖があるのかな。あ、こっちゴールくせえな。これ取れないか。コケコケコケ。じゃあこれ解くしかねえか。じゃあね、どうしようか。これまず下げて、下げて、こっち行けるよ。あ、これで卵ゲットなんだね。チッチリン。なるほどね。下げて下げて、押して押して、これ下げる、下げても上げられる。あ、で上げられるのか。上げて上げて、あ、これ取れない。あ、上げて、これ難しいね、こういうの。上げて、でこれを入れて、これも上げて、でこれを上げて、あ、ダメかもこれ。これ、こっち通れないよね。で、こっちも通れないし、卵は後ろからしか押せないから。あ、押せた。え、ルール的にそれでいいの？倉庫版って後ろからしか押せないよね。今、斜めに押せたけど。え、いいのそれ。オッケーらしい。基本的に倉庫版って後ろからしか押せないから今のは間違いなはずなんだけど、斜めから後ろに押せたね。ありなのかこれ。まあいいや、よし。ちょっと、あ、なんかいったな。成功法でもクリアしたいね。ここ開いてない。はい、はいはいはい。あ、ここも違う色の卵はあるね。卵じゃねえや、あの床があるね。まあとりあえずまずはそのあの濃い色の方をやってみるか。単純にね、多分後で回収があるんだろう、何かしらのね。まあ多分卵回収があるのかもしれないね。単純にこの一色で揃えてみると、パカーン。先へ進めます。やってみる。斜めを受けるな。こっちはそんなに難しく考えなくてもいけるかな。これ単純に押していくだけでね。単純に押していくだけでいいのかな。
今んとこあの、まあ、難しいのはあったけど、まあなんか強引にクリアしちゃいましたけど。やらかしてない？やらかしてない？単純に。そうですね。単純にやらかしてますね。難しく考えなくていいとか言ってるよ。ああ、やっちゃった。下に下げりゃよかったのに。斜め押しとか。リスタートしてみましょう。ああ、首が跳ねた。まっすぐ押せばよかったわけだよね、単純にね。やらかしてなかったよ、別に。リスタートすると首が。え？あ？なんか、ガチョウに襲われた。何の意味があんの？よいしょ。ガチョウに襲われた。何か意味があるのか？あるのか、ないのか、ないのか、あるのか。よいしょ。まあ、難しいこと考えず、単純にやりましょう。多分単純なこのやつをやらされてるんだけど、実は謎が残ってるっていうかさ、増えてくんじゃないかな。こっちは右は？右になんかここあるね。ここはじゃあ出口か？こっちは？正面もあるぞ。なんか広くね、ここ。ここ広くね？こっちは？え、なんかどっから来たんだっけ、これ。こっから来たんだっけ。こっちは、うん、こっから来た。あれこっから来たんだ。こっから来たんだね。なんか行けるとこ多いね。うん、あれ、あ、なんかステージ飛ばしちゃったな、1個ね。ステージ1個飛ばしてしまった。何か、なんか不思議だね。じゃあ次か。次はこれは押しちゃっていいのかな、単純に。ちょっと進めなくない？奥まで押して一回逃がして、一回逃がしたらまず、あ、いけるな。ただ、自分が、そっか、自分が通れなくなっちゃうのか、これ、もしかして。いける？あ、通れないね。一回向こう側に逃がせるのか、これ。奥に押しちゃったらまずいような気がするけどな。そうね、これが押しちゃったらまずかった斜めキック、斜めキック、これ間違えてるね、多分。あ、いけたわ。そしたら斜めキック、こうの3個やりゃいいの？斜めキック絶対おかしいもんね。あ、こんなにやんなきゃいけないのか。大失敗だな。もう一回やり直します。首か。いや、わけわかんなくなってきたぞ。やばい、単純に何も考えてやらないでプレイは良くないかもしれない。ちゃんと考えよう。そしたら、でもここって最初横に押すしかない気がするんだよな。ね、こっち側に逃がしてしまうともう回収できないから、こうせざるを得ない。で、押す、で逃がしつつ、もう一回逃がしたらアウトなのか、アウトなのか。こっち何、こっちがゴールなのか。あ、こっちがゴールなのか。あ、
そっかそっか。で、ここのここ。こっちに逃がしてしまうとまずいから。そうなると。こっちは何なの？あ、こっち卵なのね。あー、なるほどなるほど。でもこれ積んでね。いや、積んでない。斜めキックが。動いた。絶対おかしいんだけどね。この方向に蹴りはできないはずなんだけど。クリアしてしまいましたね。絶対おかしい蹴り、今のは。斜め方向に蹴りはできないはずなんだけど。まあできるんだからいいでしょう。ちゃんと正当化で解きたいね。あー、卵は10個になったよ。はい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 。あー、なるほど。そしたらこれまあ普通にまっすぐ1個ぶち込んじゃって、そんなに難しく考えずに。いや、考えろってな。考えて、これは1個上に上げてしまってもいいのか。これって端っこのこれって、端っこのこれって必要？必要か。あ、これ必要なのか。これ俺最初動かして積んだ、今もしかして積んだか。こいつを下にやらなきゃダメなのか。あはははは、なるほどなるほど。ちゃんと考えようね。はい、すいません、ちゃんと考えようね。うん、そう、こいつは例えばこれ、まあ、入れてもいいとしても、こいつは下しかありえないんだ。なるほど。で、で、こっちはこう置いて、で、これは上でもよしと。上でもよしっていうか、これ一回押してもいいのか。で、押して押して、で、これも、これも、まっすぐでいいんだよな。じゃあ。はぁ？いや、まあ、斜めにやっぱ行くね。斜め、まあ、押してもいいんだけど、一応こう、こっち。斜め押しも一応、場合によっちゃありなのか？いや、ルール違反なんだけどね、多分ね。これで、いけたはず。あれ、もしかして？ゴール向こうとか？待って、これゴール向こうか？ゴール向こうだな。あー、でもまあ押せばなんとかなる。オッケー。ふぅ、まあ失敗はしてるけど今のところ。ああ、正面に光る卵。多分だから単純にクリアするルートと卵を取るルートがあるんじゃないかな。コケコケコケ、卵を、これゴールなのかな。あ、取れた取れた。ああ、あるあるある。うん、これはもうゴールと卵とほぼ同時って感じか。さあ、どうしようかな。これはまあ奥からとりあえず卵をどんどん出していけばいいのかな。うん、そんなに難しく考えなくても良いか。ああ、そうか、これ一度逃がさなきゃいけないのか。ああ、なるほどなるほど、そういうことか。だからあそこまで入れちゃうとちょっとうまかねえ。ああ、まあまあ、でもいけるか。そしたら、まあ、この角のやつはもう入れちゃっていいのかな。これはね、OK。で、で、こうの、で、こうの、こうの、こうだよね。まあ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 。あ、こっからは押せねえんだ。しまった。しまった、しまった、しまった。こっからは押せないんだ。やっちゃった。やってしまった。
でも斜め押しキックが炸裂しませんでした。はい、すいません、やりました。コケやらかしました。私がやらかしました。まず押さなきゃいけないのが、これは一回押す。で、これも押す。コケーっと。押します。これ通れないのか。あ、ここ通れねえんだ。なるほどね。で、これを。これはどこでもいっちゃいいのかな。で、これを1段階上げるともう戻れないのか。なるほどね。で、から1回戻して、で、戻して、で、ここも越して、で、その上で、この状態にした上で、コケコケと。コケコケと。コケコケキック。コケキック。これって、あ、これいけない。あら、いけた。成功法じゃない気がする。成功法じゃない気がするけど、いけちゃったね。あ、あれ今合ってた俺。なんかおかしい気がするな。斜めキックしたような気がするな。でも蹴ればいいか。それっぽく考えたけど、普通に今普通に不正をしたような気がしないでもない。おっと？なんだこれ？床の色が。床の色が？あ、こっちゴールね。なんだこれ？なんか3色ぐらいない？濃い色？濃い色があるのか？ちょっと待ってこれ。すごい光ってるところと、その薄い色と、あとこれ濃い色があるような気がするもん。え？ちょっと待って、踏んでみるか。あ、踏むとこの色になるのか。ちょっと待って、じゃあ。これ一回逃がしたらまずいのか？一回逃がしたらまずいのか？これだって、でもどうしようかな。一回逃がしたらいけるか。あ、いけるね、いけるいける。よいしょ。どっかでなんか物が開く音がしたな。ガコーンって言ったよね、今ね。あ、開いてないわ。入り口の方かな。入り口の方くせ。あ、ここだ。ここ開いた。なんだこれ。卵か、こっち。え、何これ。あ、銃があるんだけど。何これ。銃とマガジンがある。何これ。射撃場だ。こっちではないっぽいね、でもね。射撃場だって。何これ。なんか今とか別にホラー要素は特にないっちゃう。待って、これどうすんだろう。じゃあ次は、これ濃い色のとこに置けばいいな。でも濃い色、なんか、足んなくね？足んなくね？濃い色の方。ここにはいて、ここでしょ？この奥は。あ、踏んだらその色になるんだ。あ、なるほどね。踏んだらその色になるってことは、じゃあ別にそんなに難しいことじゃないのか。はあ、やらかした。やらかしです。なんか、踏んでみないと色が分かんないのかもしれない。うん。踏んでみないと色が分かんないから、だから、ああ、今の配置の違うところに配置すればよかったから、死にたくなかったな。やらかしたな。まず、ここの、ここ色が濃いままだね。ここ色が濃くなったね。踏んだら。それでは、これ色変わらない。
やらかし嫌だな。操作がまた難しいのがね。これ色変わったりして。変わんないね。じゃあ、ここの2色と。一番奥濃いよね、多分ね、あれ。一番奥以外かな、じゃあ。どっか踏めば。変わんないね。まあ、どれかだろう。あ、いや、全部、卵全部使うのかな。嫌な予感すんな、確かに。こっちで、ああ、色変わんないね。これで、あ、変わった。あの奥どうなんだろう。でも、この2つ変わらなかったってことは、奥も変わるよね。あ、変わった、変わった、よし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 。そういうことだね。だから、これの、こうじゃない？開いたね。ガチャーン言った。こけこけこここここよし。結構順調に進んでる気がする。ん？狭いな。これ押しちゃっていいのか？押せない。狭いな。これをどうにかしなきゃいけないのか？どうにもならんのでは？こっちを押していくしかないのか？ん？これは床がないから単純に、あ、こっちか、こっちか。なるほど。ってことは1個積んでるか、これ。積んでるな。斜め押しができればつまずに済むけどそういうことか。斜めキックが入る。積んでるな。そういうことか、そういうことか。分かった分かった。こっち側に押していかなきゃいけないんだ。はい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 。やってくれるじゃない。これはもう正解はもう押しちゃうんだね。押しちゃって回って押して、で、そんなに、奥まで入れちゃっていいのかな？そうね、普通にまあ今と同じ手順で、3つやればいいんじゃないかな？ここ押さないようにすると。一回自分の通るところを確保した上で、回り込んで、そんなに難しいことじゃないね、これもね。OK。この繰り返しだ。この繰り返しなんだけど。これ簡単だね、だから別に。最初は積んだけど。行く先が分かってれば、ただ、あとは順番で押していくだけ。おいおい、複雑なステージではないのかい？こけ、こけ。こっち開いたかな？開いた。よし。お、なんか出てくる。え、何？何？何があった？急がば回れ。エンド1だって。え、どういうことだ？本当に意味わかんないゲームだな。今なんかガンガンって下の扉も言ってたし、なん。スピーカーを襲ったのか。まあ、とりあえずちょっと待って。卵を探すか。卵を探すか、最初から。なんか13個って言ってたけど、全然だもんね。でも怪しいとこいくつもあるんだよ、多分。怪しいとこ回ってみようか。まあ、全然正攻法じゃないと書かれておりだしたけど。スタート地点。こっち行けないか。あ、やっぱここは、ここあるわ。ここ多分ね、そう、ここ、スタート地点ここ行って、そのままゴールしちゃったんだけど、今の意味深の長い通路何かなと思ったけど、おお、斜め押しができる、やっぱり。こ
これでだから出ないで、あ、やっぱ開いてるね。ほら、あった。こんな感じなんだね、多分。だから各ステージクリアしないで別の入り口に入ればいいんじゃないかな。今いくつとか見えないのかな。ステージ2には見当たらなかったから、ステージ3多分これ、こっちだよね、絶対ね。絶対ここだ。ここだね。で、これを解いてみて、あそこに入れば、あれ、さっき開いてないんじゃなかったっけ、あれ。どうだったっけな。あ、やっぱ開いてないな。何かもう一個ギミックあんな。飛ぶとか。違うよな。もう一個ギミックがあるかもしれないね。はい、すいません。ちょっとわかんないんで、ちょっと調べちゃったんですけど、ここみたいですね。これ。ここにスイッチがあるんだって。これをインタラクトすると、これわかんなかったな。ここが開いてるらしい。そうだ、スイッチなんて仕掛けがあったんだ、わかんなかった。はい、じゃあ、またこれゲットしました。ネットに頼ってしまった。なんかそういう仕掛けがね。これ13個って書いてあるけど、ここじゃないんだな。全部取ったらここは開くのかもしれないね。あ、ここにもやっぱあるわ。ここにもある。すべて、で、多分これは、ここにもある。2個あるな。え、これ多分ここにさ、白いスイッチがここにあったじゃん。あ、開いたね。開いた音する。あれ違う、今ゴーンって言わなかった。白いスイッチじゃない。またスイッチがある、どっかに。ある。スイッチあった、ここに。なんだよー。オッケー、1個取りました。じゃあこの青はなんだ。あ、こっちか。高いとこだよね、これ多分ね。高いところか。高いところ、ここ登れそう。あ、なんかあるな。なんかあるな、ここ。ここだ。なんかあるな。でもこれ操作難しい。あ、で、これ白いところにやってから、あれか。白いところに、あれを置いてからあそこが開くの。さっきのガッチャンって音、それか。なるほど、わかった、わかった。理解した。そこが開いた音なんだ。結構いる。ここが開いた音だ。さっきのガッチャーンって。どこが開いたのかなと思ったら。つるってーと、これで、開いたね、音が。あ、多分、取れてないのか。あ、いいのか、いいか。これで、ここほら、なんか缶が2段になってるね、ここだけ。缶が2段になってて、で、反対側に確かに飛ぶとこあるね。これ向き変えるのも。行ったか。行った。よし、オッケー。6に来ました、ステージ6。あれ、この子開いたっけ。あ、これ前回のあれじゃん、縄跳びのところじゃん。取った。え、取ったのか。これじゃあ2周目だったらここに来ればここが開いてる。なんかでも卵の数書いてあったから、もしかしていくつも取ってればここにが開くとかなのかな。これでおしまいだっけ。あ、待って、でもなんかあるね、まだ。あれ ?2 個あるのか、ここも。2個あるとこもあるんだな。じゃあ、ここの解き方。あ、これ2色あるね、確かにね。はい。じゃあ、これの。
これって上回して大丈夫？これの、これ下のやつが一個白なのかな？あ、見えないな。見えないな。ちょっと怪しいね。見えないからね。踏んだ色が見えないな。どうだ？あ、開いた開いた開いた、開いた、開いたとする。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。順調順調。これで卵がいくつなんだろう。確かいくつだっけ、ステージどっかでさ、4だったっけかなんかで、あの、あれだよね。あの、13個の卵のやつあったから、あそこに入ればいいんじゃないかな。じゃ、ステージ7行きましょう。ここは取ったんだっけ、どうだったっけね、取ってないよ。 あったあったあった、簡単に見つけた。普通に取りこぼ、この先があっただけだったんだ。取りこぼしだっただけですね。はい、次8、8、ステージ8。ここは行ってないね。OK。 ん、あ、そうか、これあれだ、素通りしちゃったとこだ。これやってないもんね。いきなりクリアしちゃったとこだ。ってことは、これは多分これをクリアすれば普通に手に入るのかな。これ単純にやっていいのかな。これって上げちゃったら通れなくなるよね。だからこれをこうしてこうかな。で、これどっちにしろこれ上げなきゃダメだよね。な、2回上げてで押すかな。で、これはこっちすればあとは上げるだけ。あ、まあまあまあ簡単ですね。どっかが開いたと思うんで、右行っちゃうとあれだから、ここ開いたのかな。ここゴールだ、ここゴールだ。違う、ここじゃない、一番奥だな。スタート地点の奥だ。ここだ。よし、ゲットゲット。まあ、このゲームやっぱそう、謎解きの部分なんだね。そのパズルよりも、パズルよりも謎解きの部分が大事。それが一番大事。オッケー。銃は、あ、やっぱり正面が開いてなかったとこが開いてるね。なるほど。ある程度取っていくとここが開くんだ。またあの、縄跳び部屋だ。オッケー。ここはこれだけか？そうね。これで先クリアするだけだもんね。はい。銃もオッケーですね。お？コレクター。あ、もう揃ったかもしれん。ってことは、今13個揃ったってことで、じゃあ4番の部屋に行けば、正面が開いてるんじゃないのかな。ドキドキ。開いてる！来た！あ？これあれだよね。ガタガタ、ガタガタってしてた。あ、部屋は違うけどね。降りてみましょう。は？ああ、主人公っぽい人。カード1番。セクシーなお姉さんたち。バイバーイ。卵を取ろうとする者は、面取りの鳴き声を我慢すべし。謎！すっごい謎ゲー。どういうことなの？何？謎なんだけど。ボーナスって何？あ、銃があるのか。ん？右クリック。
でででで、これでエイムできるのか。コン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 。これ俺ちょっとマガジン1個しか取らなかったな。途中移動できるのかな。あ、飛ばない。そういうことか。ああ、そういうことか。ああ、なるほど。リロードタイムがあるんだ。え、これまとめて取っておけばいいわけじゃん。あ、リロードしちゃう。なるほど。そういうことか。リロードタイムがあるんだ。マガジン捨てちゃうタイプだね。なるほど。この何もないタイミングがリロードタイムなのか。何発だか調べよかったな。なるほど。もう出ないわ。スコアか。あ、リロードタイムで何発だ、何発ぐらい撃ってた。普通この辺の銃だと9発なんだけど、ベレッタとかだとね。おお、セクシー姉ちゃんが。なるほど。7発っぽいね、これね、多分。リロードタイムがね。ちょっとエイム、これ、良すぎんな。戦士が高すぎるな。1、3、3、4、5、6、7、リロード。6、7、リロード。1、2、3、4、はいはいはい、5、6、あと一発でリロード。いや、リロードタイムだな。1、あ、当たったか。なんか違うんだな。リロードタイムが別にあんのか。リロードタイム7発全部打ち切るわけじゃないのか。はい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 、ほう、260点。どうだ。おお、ブラボーブラボー。多分パーフェクトだと思うけど。あ、250ポイント以上でナイスだって。あ、なるほど、ありがとうございます。まあ、ただ、リロードタイムでリロードすればいいだけなのかな。他にエンディングはあるのかな。ちょっと見てくるね。ちょっと待ってね。調べてきます。はい、今確認してきたらですね、実績全部解除してたんで、どうやらこれでおしまいみたいです。相変わらず何が、なんだかよくわかんないゲームでしたね。はい、ということで、今回はですね、卵縄跳びの続編の、よくわからない倉庫版パズルゲームでした。お疲れ様でした。